なんか嬉しいね、テンション上がるね。はい。はい、ということで今シーズンも私たち水師はスーパー耐久の公式イメージガールとして、さっきのね、あの5分前のステージみたいなきっちりとしたイメージガールのステージから、このね、歌って踊るアイドルパフォーマンスができるステージまで、あの全力で駆け抜けていくので、皆さんも今シーズンも応援よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。今日は富士スピードウェイ2日目なので、 1曲目、はい、最初の曲からね、今シーズンのイメージソングを披露したいと思います。みんな盛り上がる準備できてますか？もっとイエーイって言ってください。はい、ありがとうございます。今シーズンの新曲はサーキットにぴったりなアップテンポな曲調で、振り付けがアイドルらしい感じですごく可愛らしい曲なので、皆さん楽しみに聴いてください。それでは聴いてください。公式イメージソング「スルーザライト」。
とうございました。ここでメンバー一人一人自己紹介をしていきたいと思います。はい、完全無欠のアイドルキッス、アビルンことアビルンアンナです。嬉しいね、このすごい後に言ってくれる大きな掛け声もめっちゃ嬉しいです、ね、ここからまたねライブ盛り上がっていきましょう。はい、続いての曲は私たち SDGs をテーマに作られた楽曲です。私たちはスーパー耐久の考える SDGs を広め伝えて活動しています。一人一人とできる小さなことが大きな輪になっていけるよう心を込めて歌わせていただきます。聴いてください。雨上がり、水たまりに青い空。
次はトークになるんですけれども、はい、さっき披露した新曲のイメージとか、はいはい、メンバーそれぞれ好きなところがあったら聞きたいなと思うんですけど、はい、ランナーはどう？新曲スルーサライト、今年のイメージソングすっごくアイドルらしくって可愛くってね、なんかワクワクさせるような、もう本当に24時間耐久にお披露目するのにぴったりなあの曲だなって個人的には思いました。踊っていてもあのすごく楽しいし可愛いし、あのみんなが盛り上がってる姿が見れて本当に嬉しいです。はい、ね、すごいよね。確かに盛り上がるし、アイドルっぽいのめっちゃわかる。振り付けも可愛い、すごい好きです。私アビルンはどう？なんか結構サビの振り付けはテンポ早めでパッパッパって感じなんですけど、あの感想に入るとね、すごい伸びやかなコンテンポラリーっぽい、ちょっとクラシックバレエっぽいダンスの振りがとても好きで、はい、大好きです。そこもね、ぜひチェックしてみてください。ののみ、なんかある？私ね、純粋にサビの振り付けめっちゃ好きなんですよ。なんかその、え、わかる？ここめっちゃ好き。やっちゃう、はい、なんかこれ可愛いアイドルみたいな感じがして可愛いのと、うん、あとはね、歌詞がすごくいいんですよね。あのそのなんて言うんだろう、レースっぽさのなんかそのなんだろう、躍動感っていうか、そういうのも忘れずに、落ちサビではちゃんとなんか泣けるというか、私レコーディングの時に自分で歌っててなんか泣きそうになっちゃって、なんかえ、そう、泣きそうになった。感情こもるからね、でも確かに。え、そう、なんかしかも雰囲気を変えてちょっと歌ったりとかもしたりしたから、余計にね、落ちサビ聴いてほしい、本当に。そう、すべてのことがね、今につながるストーリーみたいな感じのあのニュアンスなんですけど、はい、本当に、その通りだなと思って、一人で、もういい曲だなと思って。しかも、めっちゃ耳に残るから、スルーザライトね、みんないっぱい聴いてほしいです。配信もね、されるんですよね、そのうち配信も。6月の末にあの配信で皆さん の携帯から聴けるようになるので、皆さんぜひそれを楽しみにしててください。ジャケット撮影もしてきたので、あのいろんなパターン撮影したから、どれがうちらのジャケ写になるかもうちらも知らないから楽しみなんで、それもね。はい、ということで次の曲に行きましょう。次の曲は、スマイリーさんのカバー曲です。すごくポップで可愛い曲です。それでは聴いてください。Oh,
あの公式新グッズが、発売されます。イエーイ。昨日に引き続き2回目の物販になるんですけれども、今回はスイッシュの新グッズは、あのボールペンとミニポーチが発売されます。ぜひ皆さん、スイッシュのグッズをコンプリートしてゲットして、一緒にエスタイを盛り上げて応援してください。よろしくお願いします。お願いします。すごい元気のいい方がはーいって言ってくれてありがとうございます。はい、そしてお知らせ2つ目です。6月の10日の土曜日に、私たちスイッシュの夏コスお披露目撮影会が開催されます。イエーイ。はい、そちらね、詳細まだ出てないんですけど、ツイッターでスイッシュの公式のアカウントで詳細発表されるまでしばしお待ちください。ぜひチェックよろしくお願いします。お願いします。はい、そしていよいよもうこれでラストの曲になってしまいました。今から最後に皆さんに聴いていただく曲は、2020年シリーズのスーパー耐久の公式イメージソングになります。こちらもサーキットを思わせるような疾走感のある元気の曲になっているので、ぜひ皆さん一緒に盛り上がってください。最後までよろしくお願いします。はい、それでは聴いてください。エンジンふかし、このキスしてお腹を引くなるよ。
さん、ありがとう。